まあ、4月の30日に後半口頭弁論があって、その時に、まあ、一つはそのいよいよ京都大学が反論をしてたというふうなことが一つあって、まあ、ある意味ではいよいよもう本格的にその京都大学を相手にして、裁判の論議が始まるのかなというふうに思うんですけども、こ の, 裁判の報告会で松原さんは原告団長でもありますので、あるいは、まあ、この裁判の意義ということで、一つにはその日本の裁判で、琉球は日本の植民地であったということと、でもう一つは、琉球人は先住民であるということを初めてその公の裁判の場で、ね、表明をしてという話が、ね、ありました。で、私は、まあ、これをまあ聞いてとっさにまあ思い出したことがあって、それは、まあ1971年の10月の19日ですけども、今からちょうど48年前ですけどね、古い話ですけども、でその沖縄国会というのがあって、そこでその沖縄の出身の3名のね、その若い青年が、あの時の若い青年で、沖縄青年同盟と言われているんですけども、で彼らがその、あの時佐藤栄作が首相だったんで、そこで衆議院本会で所信表明をしている時に、3名のうちの中が傍聴席から爆笑を鳴らすということがあって、で大変なその問題になったんですけども、その後、まあ、いろいろあって第1回の後半が、72年の2月になりました。これはちょうどその70年のその傍聴が聞くように言われているので、その3ヶ月前ですけども、そこの初公判でこの3名の青年というのは、一人は石垣出身、一人は宮古出身、で一人は沖縄島出身ですけどね、でそれぞれがそれぞれ その自分の地元 の沖縄省と、今は、琉球省と言われているんですけども、でうちの口でそれぞれ自分たちの主張を始めるんです。そうするとそれを聞いていたその裁判官が、まあ狼狽をして、でそれでも、まあ、言い続けるんだけども、でその日本語で喋るというふうにして、強制的にその、押さえつけられているのがあるんだけども、でその後、まあ、それによってどうするかという話があって、それぞれそのうちなんちゅうが裁判の場で自分たちの自己主張して、それはうちなんちで、日本語であってうちなんちで、ね、を表明したというのが非常に衝撃的な、ね、まあ、当時の、私も含めて若いうちの人はさ、衝撃を受けて衝撃を受けましたというのがあって、この今その琉球教育裁判でもね、やっぱりそこまで来たのかというね、琉球人主義が先住民族というのはね、公の場で裁判官がそれも否定をしないと、否定しないで受け入れざるを得ないというところまで、ね、来てるのかなと思いながら、まあ、ある種だから流れとしてはね、そういう 若者たちの当時 その沖縄返還協定がね、欺瞞だということで立ち上がった流れというのは、そういう形でここまで来てるのかなというふうに思っています。で、まあ、彼らはその、その時に沖縄の文化の正当性をより広く、より広く主張するためにも、本裁判でうちの口を使うということを宣言をして、うちの口で裁判を始めたけども、裁判所自体がもう受け付けないと。それでまあその弁護団の方はそれぞれの判例についてその、翻訳する権利をつけてやりましょうと言ったけども、それも認めないということがあって、なんかその琉球人活裁判の流れを見てるとね、
やっぱりどこかそういう形で、48年前のこのウチナンチュー の、 この思いというのがどういう形で育ってきているのかなと思いながら、この裁判の、ね、今後の行方というのは非常にそういう意味では注目されると思いますので、ぜひ皆さんも、11月にあの後半がありますので、11月19日です。ぜひそこに参加をしていただいて、場所はあの京都地裁、時間は14時30分です、あとは詳しい話については、松原先生の方から、それとも、お話があると思うんですけども、そういうことで、また今後ともあのこの琉球社会で非常にこう難しい側面もあるんですけども、この大和の側の人たちでなくても、我々その地元の側の、ね、いろんな問題が提起をされていて、その辺はね、お互いで一緒に、我々は大和に住んでいますので、お互いで一緒にね、考えながら、ここに歩んでいきたいと思いますので、ぜひまた協力をお願いしたいと思います。開催一中がらびら、ほんで、島康勝であいびん、いたされると逃げさびら、皆さん、こんにちは。ね、まず最初にですね、この琉球遺骨返還請求訴訟を支える会、関東の皆さんですね、本当にね、この訴訟をですね、本当に、関東の方からですね、応援してくださって、本当にありがとうございます。これよりですね、原告団長として、このお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ご紹介にありましたようにです、ね、私は石垣島で生まれて、南大東島、与那国島等々ですね、転々としてて、琉球のですね、小さな島々を含むですね、沖縄島でですね、育って、まいりました。でそれは私の父親がですね、琉球気象台、その後沖縄気象台です、ね、の職員であったので、島々での転勤が多かったんですね。で私父親は今年1月に、ね、亡くなりました。二代家内ですね、琉球人の天国に行ったんですけども、父親もですね、ね、亡くなる前もですね、この、ね、遺骨は、ね、返すべきだというふうにですね、強く、言ってました。で今日はね、これ父親の遺品の、ね、彼氏の絵をつけて話しますので、父親の、ね、まぶい魂もですね、この辺どっかで聞いてると思います。はい、それではですね、今日はですね、琉球民族遺骨返還訴訟、請求訴訟の争点、何がですね、争点になっているのかを中心にですね、話していきたいと思います。レジュメに沿ってですね、話していきますので、皆さんお手元のですね、レジュメ1ページ目をですね、開いてください。で今日のですね、話すですね、まず、概要をね、お話したいと思います。琉球人遺骨はですね、我々はですね、これはですね、遺族がいる、ね、遺骨なんだという訴えてますけども、兄弟はですね、いやこれは人骨、物、研究資料でしかないという、これは大きな争点ですね。でこうやってですね、研究資料としての人骨というふうに位置づけられるとですね、どのような研究を行えるのかということをね、今日皆さんにご紹介したいと思います。でまた、今ですね、兄弟が持っている、いわゆる遺骨、そして、沖縄県教育委員会が持っている遺骨はですね、今後ですね、もし返還ができなければですね、研究者によってどのようにですね、なるのかということもついてですね、話していきたいと思います。でまずまた、兄弟、沖縄県教育委員会はなぜですね、遺骨をですね、返そうとしないのかですね、ということも考える。そして、これはですね、米軍基地問題とも関わりあるですね、一つの構想があって、これは国立沖縄自然史博物館というですね、構想の問題についても話します。そして2番目、兄弟はね、私に対してね、どのような不法行為をしたのか。で京都地裁での、ね、裁判はですね、遺骨の返還と同時にですね、私が京都大学に対してですね、琉球人の遺骨のですね、を実際に見せてくれっていうのを拒んだ。そしてですね、いろんなですね、質問をした。に対してもね、答えない。これは不法行為であるっていうですね、私は訴えていて、今でも一つの裁判の争点になってるんですね。で、返還請求のですね、遺骨はですね、現在京都大学総合博物館にあるんですけども、
で、そうね、大学または博物館が持っているですね、人骨には全番号があるんですね。番号がある。これは人骨台帳と呼ばれるですね、台帳にですね、何番何番だってですね、で、我々が返還請求をしている遺骨はです、ね、千何番台なんです。千番台なんですね。で、私はですね、まあ、そういった京都大学が持っている全てのですね、遺骨を見せてくれと、に関するね、この人骨台帳を見せてくれっていうふうに、3年前に、京大の情報公開制で基づいて求めたんですけども、な1番目から、1番から750番までのですね、台帳は見せてくれました。この台帳っていうのはですね、何年に誰がどこから遺骨を、まあ、集めたのかということがね、書いてあるんですね。ですからですね、そうなるとそれがやっぱりですね、非常に重要な証拠になるわけなんですけども、京大はですね、751番以降のものはないっていうんですね、京大には。というふうに、ね、これは私は嘘だと思うわけですけども、でそういったこともね、後で話をしたいと思います。そして、京大博物館はなぜ琉球人骨の実験申請、我々の、ね、質問を拒否したのかということ。で、3番目の争点がですね、遺骨の再承継書は存在するのか。京大、また沖縄県教育委員会はですね、遺族はいないと言っています、ね、つまり再承継者はいないと言っていますね。しかしながら我々は特にですね、玉串久寿さん、亀屋雅子さんは第一尚氏、のですね、子孫なんですね。で、これ、お二人のですね、家父、まあ、家系図、すごい長い家系図、大きな家系図を、コピーして、これも裁判所に出しました。で、亀山雅子さんですね、門中っていうね、親族のお墓の中にもね、顧問弁護士と我々、はい、中にあるですね、お墓の門中の墓にあるですね、亀子、樹脂亀をですね、表に出してですね、樹脂亀の蓋の裏側にですね、何年に誰が亡くなったかっていうことが書かれたんですね。そういったですね、調査もしてですね、再承継者はいるんだということをね、実証化いたしました。で、またこの九葉というですね、これは第二尚氏、ね、第二尚氏 の、 です、ね、の王朝が作った国書なんですね。はい、国書です。で、この国書にはですね、まず紹介しますけどもね、それもちょっとね、再検討が必要だなということですね。で、また日本人類学会がなぜまた遺骨の返還再輸送を阻止しようとしているのかについても話をいたします。で、4番目、信仰表現というのはですね、いわゆる和解に向けて裁判長がですね、被告原告を、ね、呼んでですね、まあ、代理人で弁護士を、ね、通じてですね、和解をもしよう、和解にしたらどうかということをですね、これまで何回か提案があったわけなんですけども、裁判長の提案というのはですね、沖縄県にある公的機関に遺骨を移したらどうかって話なんですね。お墓に戻しなさいとか原告に返しなさいっていうものではない、今の状態で、今の、ね、提案ではですね。で、もしもこういうふうになったらですね、どうなるのかということについてですね、後でまた話をしてみたいと思います。では、また最後ですね、現在沖縄県に対してですね、住民監査請求を今準備しています。で、それはなぜするのかを話をいたします。次ですけども、1ですね、この日本人類学会はですね、アンソロポロジカルサイエンス、というですね、題名の起用ですね、学術論文の起用を発行してましてですね、その日本語版の中に書かれてるですね、論文をね、私読みましてですね、この関連する論文を読んだわけなんですけども、で、土井直美さんとロー・コッケンさんという2人の方が書いた論文を、ま、の中からですね、関連する、ね、部分をこの抜き出してみました。で、1998年に台湾大学医学院解剖学科のスタッフを中心とする人骨資料再生のためのプロジェクトがスタートしたと。これはですね、何をしているかというと、戦前から戦後にかけてですね、台湾大学の関係者が集めたですね、いろんな人骨、または遺骨をですね、再整理したというですね、整理したということの話です。整理した。で、このプロジェクトは土井さんの一人の一人である、出身者の一人である、ロー・コッケンが中心となって、反省碑文の赤、遺骨についた赤が赤というのも赤を流す作業、記録の確認、台帳作り、台帳というのは人骨台帳です、を進めたわけですね。で、我々ですね、去年以来ですね、
台湾から戻ってきた人骨台帳を見せなさいっていうふうに教育委員会に求めてますけども、教育委員会はこれ見せないんですね。見せないんだけど、これが存在するっていうことがこの論文から分かります。で、2000年の8月にですね、台湾大学の医学院に体質人類学研究室ができたわけです。初めてですね。そこでですね、このいわゆる台湾大学が持っているですね、遺骨が1580体、これは頭蓋骨のみですけどもね、が確認されたわけであります。で、その他にまとまった資料として琉球があるというふうに論文に書いてます。骨に運転とされたものであるので、おそらく多くは沖縄県ラクジェンソン運転の風葬場から出土した人骨と思われると。つまりここで分かったことはですね、遺骨の、遺骨そのもので運転っていって文字が書いたわけですね。これは完成が書いたのと思うわけですけども、そういった手荒なですね、形でですね、遺骨は全然、尊敬払われてないということがここからも分かります。で、次のページですけども、今度はですね、竹中さん、ね、蔡さん、まあ、こういったね、次の論文なんで、これは台湾の原住民族の、ね、一つの、ね、原住民族ブルーンの、この頭蓋骨の、ね、研究に関する論文です。の中の文章ですけども、ブルーン族の資料46体中43体は、台湾大学医学院解剖学研究科の蔡、釈慶教授、現在は医学院名教授、まあ、この時点では名教授、現在も亡くなっているようですけども、ここはですね、台湾の花蓮県、万栄号、馬村、馬園村で、1960年に発掘されたものであり、同一出土地のブヌン族の骨格資料としては唯一まとまった例数を備える資料であると。で、2005年から2007年にですね、この台湾人類学教室が収蔵する人骨資料に関する総合研究が行われたんですね。今から15年から13年前にですね、ブルーンに関するですね、調査を日本人または台湾人の研究者が行ったわけなんですね。次の引用文ですけども、発掘調査はですね、この馬村村の馬園村の生態計測調査を1957年に行った時にですね、馬園村の、銀清水村長にブヌン族の埋葬と国家に関する学術調査のための発掘許可を申請したことから始まると。で、林村長の許可はすぐ得られたが、村民大会及び関係行政からの機関からの同意を求められた。で、その結果ですね、やっと許可が得られたっていうのはですね、60年8月であったというふうに、言われております。で、ね、この墓地からですね、墓地から遺骨を取ってったんですね、58体分のを取得したと。で、しかもですね、このいわゆる人骨は1920年代以降に亡くなったブヌン族人々の骨格、これだという。これその当時も生きていただろうですね、つまり1950年頃に生きていただろうね、その、子供とか孫とかいる中でですね、ご先祖の遺骨の墓からですね、取られた遺骨をですね、日本人、台湾人の研究者がですね、研究したということです。で、どんなふうな研究を行われてきたのか、この米田ゆずるさんというのは東京大学の教授です。をはじめですね、の論文によるとですね、この研究ではですね、台湾原住民および先史時代遺跡出土の骨格資料を対象に同位体分析を行ったと。で、これらは日本政府の台湾領有時代および戦後に主に金関武雄、国分直一、宮本信人らによって収集されたコレクションであると。ね、日本人研究者がですね、中心になってですね、集められたものなんですね。または盗まれたものなんですね。分析資料は全身骨格で個体識別可能であった個体の場合は主に肋骨あるいは死体、骨片を採取し、それ以外の個体では頭蓋骨一部を採取したと。現在人骨研究の最先端とされるものですね、遺骨の、ね、をまずですね、遺骨を測る、ね、計測するというよりもその一部分を取り出すということがまず始まります。そして次にですね、水酸化ナトリウム溶液に12時間をつけて不眠酸やフルボ酸などの土壌有機物を除去して液体窒素を用いて凍結粉砕すると。化学物質の中に遺骨をつけて、ね、粉々にして、そして調べるというですね、もうこの、ね、研究者による、ね、研究を認めてたんです。この遺骨がなくなってしまうような研究が最先端の人骨研究というふうに、なっているということが分かります。で、これ今までは、ね、論文からの引用なんですけども、
で去年以来ですね、台湾大学に戻ってきた遺骨に関してですね、まあ、現在はですね、西穴町、沖縄県の西穴町にある沖縄県立埋蔵文化財センターにこの台湾から戻ってきた遺骨のですね、63体の遺骨があります。でですね、去年ですね、私たちはですね、情報公開を求めている、そしてですね、これはですね、返すべきだと言っている中ですね、もう本当にね、内緒にですね、我々黙ってですね、我々の要求を無視してですね、継続調査を去年の7月に、今年の7月にね、行いました、ね、で誰が行ったのかっていうことはね、公表してませんけども、去年の3月にですね、台湾大学から琉球にですね、遺骨を移送するときにですね、事前調査をしたのは土井直美さんという建筆学者、建筆人類学者というのが分かってですね、で彼女がですね、この調査をしたんではないかと思われますが、教育委員会はね、誰がやったかとは言っていないんですね。で教育委員会はこの、ね、遺骨を学術使用として、主張しています、いました、私たちですね。しかしながらですね、我々、ね、これは、ね、法的根拠は何だと、保管する法的根拠は 何であるかといったらですね、彼らが出してきたのは、ね、次のあるような死体保存許可証というものなんですね。でこの死体保存許可証がですね、沖縄県、保健衛生部の医療政策から出されました。でこの許可証の根拠は死体解剖保存法なんですね。しかしこの保存法はですね、医学関係、ねの死体解剖に関わる法律だってですね、研究者、人類学者がですね、研究の主要として使うための人骨に適用されるものではないわけなんですけどもですね、で沖縄県教育委員会はね、この死体保存許可証を持ってですね、自分たちがこの、ね、遺骨を持つことができる法的根拠があると言ってるけどもですね、それはおかしいというふうに考えるわけなんですね。でもしもですね、死体であるということであるならばですね、沖縄県に移送された段階で沖縄県警、警察はですね、この死体の、まあ、遺骨のですね、遺族は誰なのか、遺族がいるのかいないのかとかですね、犯罪性があるのかどうかっていうね、検証をしなければならないけども、それもやっていないんですね。でまたこの一方ではですね、教育委員会はこれ学術資料と言うけども、このね、63体分 についてはね、論文とか人骨台帳とか、ね、等々全然ね、根拠を示していないわけであります。で教育委員会は我々の取り扱いは文化財であるというふうに、言ってるけども、手続き上で取り扱いというダブルスタンダードをね、示しているわけなんですね。でまた文化財にも指定しておりませんね、のにですね、遺骨を保管して遺族の許可も得ずにですね、了解も得ずに継続調査を行ったわけであります、ね。またこのこうやってですね、人の遺骨をですね、まあまあ、研究者は人骨と言いますけど、そのまあ人骨を研究するときはですね、する際にはこれは遺族がいれば遺族を探してですね、遺族がちゃんとね、の了解を得るっていうですね、このような研究倫理指針というのがですね、あるのが一般的なんですけども、この沖縄県立埋蔵文化センターにこの研究倫理指針がないんですね。ないのでないことをまあ、一つの、ねまあ、理由にしてですね、我々のね、または遺族の、ね、人権に全く配慮していないということになっております。で次の問題なんですけどもですね、これね、国立沖縄自然史博物館構想というのはですね、の問題があるんじゃないかと私は考えております。今ね、日本でですね、話題のですね、日本学術会議なんですけども、この日本学術会議っていうのはですね、まあ、研究者がですね、いろんなね、提言を行って、でそれを日本政府に、ね、提言して、そして予算をつけてですね、これをね、研究をですね、進めていくっていう、まあ、組織なんですけども、でその学術会議はですね、今から4年前に国立自然史博物館設立の必要性をですね、という、ね、提案を出して、ね、そうした準備委員会も作ったわけなんですね。で、まあ、それを受けてですね、沖縄県はですね、沖縄21世紀ビジョン基本計画、この21世紀ビジョン計画というのは沖縄県の中のですね、いわゆる振興計画なんですね。でその中でこの自然史博物館を、ね、誘致するというですね、沖縄県側もですね、これを誘致するというね、姿勢を示したわけです。でまた、ねまあ、いろんな、ね、要望書も沖縄県知事から沖縄県担当大臣に出した。
そしてまた2018年にはですね、基本調査、基礎調査ということですね、例えばアメリカのスミソニアン博物館とかですね、世界中の博物館行ってですね、この博物館というものがですね、自然史博物館がどのようなね、経済効果を与えるかということを沖縄県はですね、約1000万円のね、調査費をつけてですね、調査もいたしました。で、今年になってですね、学術大学はマスタープラン2020っていうのをね、作ってですね、沖縄にですね、この博物館を作るんだと。東東南アジアの自然の解明とビッグデータ自然史科学の実現による人類の持続可能性の貢献というね、大きな計画が採択されて、これが今進められているわけです。でさらにですね、もうつい最近ですね、3ヶ月ほど前7月にですね、この設立準備委員会、が玉城デニー知事に対してですね、要望書を出しました。でこの要望書の、ね、一部なんですけども、まあ、この、ね、博物館を作ってですね、作ると、日本とアジア世界の発展に寄与する日本初アジア初の国立自然史博物館を沖縄復帰50周年記念事業としてですね、位置づけてほしいというです、ね、要望書が出されたわけなんですね。で私はですね、沖縄県庁のですね、この担当部署であるですね、文化財保護課に行ってですね、この話を聞いたんですけども、今年か来年ですね、この、2022年に予定されているですね、沖縄復帰50周年記念事業として、これをね、沖縄県としてですね、位置づけたいということで、今ね、働きかけを行っているようです。で沖縄復帰っていうのはですね、まあ日本へのね、再併合、ね琉球の、ね、日流同村のです、ね、大きなです、ね起点になっているものなんです。その50周年として博物館がです、ね、位置づけようとしているわけなんですね。でその目的、博物館の、ね、目的がです、ねまあ、研究、自然史標本の収集、自然史というのはです、ね、植物、動物の標本の中にはです、ね、当然ながら人骨、遺骨も入っているわけなんですね。それをです、ね、東アジア、東南アジア日本国内からね、集めていくと、ね、というふうな発想を集めていって、それを研究していく、大学院生を育てていくというですね、ものを作る予定なんですね。で、沖縄県の振興にとってもですね、これは観光開発の、ね、一つの大きな拠点になるだろうと。それからですね、この博物館だけじゃフィールドステーションっていうですね、いろんなね、分局みたいなものを東アジア、東南アジア、また国内に作ってですね、そこでいろんな標本を集めていく、研究していくということも考えられていて、相当大きなものなんですね。で初期投資がのによる経済波及効果が870億円、運営費による波及効果が年間112億円ということで、およそ約1000億円というですね、規模の波及効果が見込まれているということで、まあこれは大変なものなんです。設立費用も500億円ぐらい、年間費も660億円ぐらいというふうに想定されているものなんですね。で、このですね、博物館を50周年記念事業にしようとしているですね、学術会議も沖縄県庁、沖縄県もですね。で、その理由は何なのかということですね。で、現在ですね、琉球大学附属病院と医学部をですね、は今現在西原町にありますけども、これをですね、キャンプ漬乱と西普天間住宅地区っていう米軍基地跡地に、ね、まあ、移そうとしています。もう工事が進められていて、これも約1000億円というお金が、ね、投じられる予定なんですね。投じられます。でまた毎年ですね、振興予算として大枠3000億円を、ね、という暗黙の了解がある。それもない状況下においてですね、博物館設立の初期費用として600億円を日本政府から引き出させるためにですね、50周年沖縄復帰50周年記念事業として位置づけようとしている。琉球の植民地支配である網戸口米軍基地を押し付ける代わりにですね、振興予算を増やすっていうですね、上げると、もしもそれをね、基地を、ね拒否したら振興予算を減らすという雨と鞭の政策を発動させようとしているというふうに考えられます。特に1990年代後半からですね、植民地支配政策としての雨と鞭の振興策を通じて膨大なですね、公的資金が沖縄県に投下されてきました。逼迫する日本政府の財政状況下においてですね、この博物館を設立運営するための公的資金が投下される可能性が高い場所として沖縄県が認識されているわけですね。当初はですね、福島県か沖縄県というですね、2つの選択肢だったけどもですね、沖縄県の場合がですね、こういった巨額のお金がですね、日本政府を出してくれるんじゃないかというふうに考えたので、現在は沖縄県に作るというふうになっております。
で、この博物館はこれまでの地質人類学者の研究動向から考えて、日本人がいつから、いつどこからいつ来たのか、ね、日本人の、ね、アイデンティティ、探し、ですね、自民族意識を補強する目を目指す日本ナショナリズムや琉球人を日本国に統合する自由同窓の学術的に正当化する最高民から基準として起動する恐れがあるということで、復帰50周年の記念事業にしようとしているのではないかとも考えられるわけなんですね。でこの博物館が収集し収蔵する標本に人骨が含まれていますけどもですね、現在ですね、この博物館に関するパンフレット、ね、いろんな、ね、ホームページの説明にはね、一切そういうことが書いてないんですね、人骨に関することがですね。で京都帝国大学の、まあ、現在もね、ある今日のコレクションのようにですね、のように過去における宿命主義、敵遺骨盗掘の問題を反省せずに博物、ね、博物館のですね、研究倫理指針を整備しないもですね、その建設、が進められているという問題があるわけですね。はい、次2番目の、ね、争点であります。京都大学は私に対して不法行為をしたのかということで、ね、具体的にですね、したというふうに私は思うんですけども、これをね、ご説明したいと思います。先ほどちょっと言いましたように、京都大学は、人骨標本、番号の751番以降のものはないと私に言いました。ね、言いましたが、その後です、今年になってですね、出原正史さんというアイヌ民族の遺骨を返還をね、運動されている方からね、入手した文書があって、それはですね、京都大学を管理していたご遺骨等一覧という文科省が作成したアイヌ民族のですね、遺骨、京都大学が管理しているアイヌ民族の遺骨で、ウポポイにですね、移す予定の遺骨のね、ご遺骨一覧表を入手しました。私ですね、でその、ね、資料とあと B 兄弟人骨標本原本、標本原本、これは私がですね、京都大からですね入手した資料です。しかしながら1番から750本しかないです。 C 清野コレクション、清野賢治のもとに集められた1500体の遺骨のですね、いわゆるリストがですね、この古代人骨の研究に基づく日本人種論という本にですね、このリストが掲載されています。で3つのですね、まあ、リストをですね見比べてみてですね、の結果ですけども、人骨標本番号751番以降のアイヌ民族の人骨標本原簿が存在する可能性が高いと言えると思います。京大から北海道のポポイに移管したアイヌ遺骨、アイヌ民族の遺骨には人骨標本番号751番以降の遺骨があるんですね。ある。それらの遺骨情報、この遺骨、ね、原簿というのはですね、人骨標本番号とか発見された地名とか大学独自の整理番号とかですね、遺骨の保管状況等々が書かれてありますけども、ですね、でそうであればアイヌ民族に関する、ね、ものがあればですね、751番以降の琉球民族の人骨標本原本も、ね、存在する可能性が高いと言えると思います、ね。よってですね、今進行協議ですね、我々の、ね、弁護士がですね、もう一度探してですね、これを出しなさいと、特に千番台に、ね、記載されたですね、琉球人の遺骨に関する人骨標本原本を出しなさいというふうに今要求しているところであります。さらに、まあ、これはですね、私のみならずテリア監督衆議院議員がですね、2018年に国勢調査権を用いてですね、琉球人骨に関して文科省を通じてですね、京大に質問をした際にですね、初めて博物館に、プラスチックの箱にプラスチックの四角い箱にですね、遺骨が存在するということを認めたんですけども、その他の質問、ねに関してはですね、京大は、その、ね、担当研究者が海外出張中であるとはですね、答えられないというように答えたわけです。でそれは本当に事実なのか、ね、事実であるとすればこの研究者がね、当然帰ってきているはずなので、帰ってきた後ね、手書きに質問さえ答えさせたのかということもね、問われるわけなんですね。でそれから私のですね、いわゆる人骨、まあ、京大博物館あるですね、ご遺骨のですね、を実際に 見させてくださいということでですね、私は京大の駒込武史教授を保証人としてですね、申請書を出したわけです。でその出したんだけども、それ、ね、却下した
ね、一番の責任者であるのが岩崎直子さんというですね、まあ、もう現在、その時の館長、現在では館長ではないんですけど、彼女はですね、ある論文でこのように述べています。知りたいと思う思いに突き動かされて資料を収集した研究者の数だけ、生成されたコレクションには物語がある。それらを集めれば2つとない。その大学だからこその知的探求の姿が立ち上がる。私たちはその個性に近から手道の世界に触れることができる。収集という営みの集積が感動を生み人を育てるのだ。学術評論の創出は単に物の創出にとどまる過去と未来の知的栄誉を創出することにほかならない。どんなに余裕がなくなると知恵を集め苦を凝らして標本を守る道を探ることが研究教育機関との大学使命だろう。大学を集めた学術標本は国の財産である。大学はそういう技術と活用に責務がある。この一文が博物館法の中に明示されれば多くの学術標本が救われ大学博物館を現実化することだろうというんですね。彼女は書いてるんですね。これは何を意味するかというとですね、遺骨がですね元の墓に戻ることは学術標本の喪失であると。で、過去と未来の、ね、知的栄誉も喪失される。つまり自分たち研究者がですね、研究者が遺骨に関するですね、ことを研究することがまずできるんだと。それができないことはね、大きな損失であるという認識なんですね。ですからできるだけはこれはね、こういう標本を集めていく。なぜならばこれは国民の財産であるというんですね。日本国民の財産で、いや、かつてですね、ここの遺族のですね、遺骨返還をですね、もう退けているというですね、学者のですね、おごりでしかないわけですけども、そういったことをですね、学術の論文に書いているわけでありますよね。で返還請求のある遺骨をね、保管することができるとする法的倫理根拠はね、存在しません。で次なんですけど、皆さんですね、もしくは、ね、もう読まれたかもしれません、教材を返せっていうですね、今年9月にですね、公文社から出された本の中で、駒込武史さんっていうね、教材のね、教員が、教材の宿命式を通ってですね、論文をね、掲載、載せております。で、その中で、あとまた見て、読んで、あるた、ね、欲しいんですけども、岩崎前館長が私による実験、遺骨の実験申請を断る理由として、ね、人権を、ね、持ち出したんですね。つまり人権が損なわれるからです、ね、私には見せないというです、ね、言ったわけで、これは誰の人権なのかということが分からないですね。遺骨の人権、ではないだろうと、ね、誰の人権を持って彼女はです、ね、この人権を理由にです、ね、私の実験、実際に、ね、見る、また手を合わすという申請を、ね、断ったのかということが分からない。でまた、駒込さんの、ね、論文に書いてますけども、2018年4月20日の時点ではですね、教大教員、これ駒込さんですけども、紹介を受ければですね、遺骨の実験が可能であるとですね、博物館は説明しましたけども、5月16日になるとですね、実験質問への回答を拒否するわけです。で、その間ですね、本来はこの博物館と私との関係だったのが、今度はその博物館から総長とか、大学理事とかですね、そういったところの関与、つまり見せないと、答えないという、ね、ものが入ったので、ですね、一挙に態度が変わったんじゃないかというんですね、思われます。で、私はですね、まあ、何回かこの博物館にですね、行きました。行ってですね、まあ、まあ、何て言いますか、参観者としてですね、まずはですね、当然ながら、博物館であるですね、まあ、大学であるですね、なんかものをですね、研究資料をね、保管しているところには必ずリストがあるんで、リスト、標本リスト。で、標本リストを求めたんですけど、それがないというふうに職員が説明、私に説明しました。で、それがもし事実としたら、博物館で当然行うべきで、所蔵物の分類リストが行っていないことになり、大変なんですね、職務怠慢となる。まあ、これもね、嘘をついているという、本当はあると思いますね。あると思うんだけども、一切ですね、見せない、嘘をついてまでも見せないということがね、これも表れて、まあ、まさにこれは不法行為であるというふうに言えるかと思います。次、3番目のですね、争点なんですけども、遺骨の最小欠者は存在するのか、我々は存在する、教大は存在しないと言っています。または、沖縄県教育委員会も存在しないと言っています。で、沖縄県教育委員会とのですね、教大との違いは何が違うかというと、対話をするということです。教大は一切対話しない。個別の問い合わせには答えませんというだけでですね、なぜ答えないかも言わない。けども、教育委員会はですね、
文化財課長がですね出てきてですね、まあ、その職員が出てきてですね、我々の質問に対してね、彼らへの理由を挙げて答えてくれるという対話が成立。その中でですね、なぜですね遺族が存在しないかという理由を挙げました。教員 がですね、でそ、まあ、これは教団のですね、あの反論書の中にも書いてることなんですけども、同じような理由なんですけども、1745年というですね第二尚氏のですね王朝が作った国書である旧謡ですね、これは琉球の歴史に関するですね本なんですけども、その中の記述ですね、墓の中には古い骨が多数散乱し、木棺の中には金色の狛江門のものが1個あり、それは他のものと比べて新しく、高知13年、これは西暦1500年ですけども、9月5日の字が記されて、記されている。すなわちその、貴族たちが初心王の台に立って王位を変えてしまったことの証拠だろう。まあ、これは、原文漢文で日本語に、ね、訳したわけですね、現代日本語に訳したんですけども、まあ、そういうことを書いていると。でこのですね、旧謡というですね、本はですね、中国の育成革命、つまり前王朝を生きた新しい王朝は正当化するための国書、歴史書なんですね、という考えに基づいている。第二尚氏王朝が第一尚氏王朝、つまり第一尚氏の王朝のですね、墓がムムジャラ墓ですから、ね、これを否定する立場から、ね、旧謡が記述されていると。また遺骨が散乱していることが無縁墓であるとの記述とはならないわけですね。で王位変えてしまったことの証拠だろうという推測に基づく記述でしかもない。つまりこういったですね、主観的な歴史書、ね、旧謡の数行の記述に基づいてですね、教育委員会は遺族はいないと、耐えているというふうに断言しているわけなんですね。しかしながら今でも遺族はいる、大正氏の子孫はいるわけなんです。ね、でまた勝家武雄はですね、同光3年、西暦1823年に父比嘉とですね、書かれたですね、が、このね、寿司紙に、ね、書かれたですね、骨、寿司紙から母神の遺骨をね、もう盗みました。瀬長島の洞窟からも、ね、遺骨を盗みました。またはこの二人の奄美人もですね、那覇のですね、若狭という地域でですね、生き台になっていた奄美人二人もですね、遺骨もですね、まだ骨が残って、肉が、ね、残っている状態の、ね、まあ、遺体ですね、それもね、金崎は盗んでいったんですね。まあ、そういったですね、モムジャラ以外の遺骨に関してはね、教育委員会はですね、それ遺族がいないということを証明してないけども、この継続調査を行ったということであります。なおですね、皆さんお手元にですね、もう一つの A4 の、ね、紙で、この琉球人遺骨問題に関する対話新報というですね、紙があると思いますけれども、今年のですね、12月5日にですね、中城村の方でですね、この対話新報を、開催する予定です。まあ、これはですね、まあ、遺骨をね、我々ね、返還すべきだというふうにですね、主張している人の意見、だけじゃなくてですね、それ、まあ、研究用に使ってもいいんじゃないかとかですね、まあ、それ以外の いろんな、ね、意見もを言う人も、ね、参加してですね、対話をまずしようと、この問題はどう何が問題なのかはね、共に話し合おうというですね、まあ、シンポジウムも予定しています。と同時にですね、比嘉さん、母親、子供、このですね、引用文にありますように、若い母親とですね、この人ね、教材が言ってね、生まれた、ね、間もなくの子供っていうですね、赤ちゃんですね、を、このね、この葬った遺骨をですね、金崎は、この盗んだわけです。で彼はね、自分のね、この本の中 ですね、そのたたりであろうかということで、自分がね、悪いことをしたってことはね、認識ですね。というね、でも彼はね、盗んでいたわけですけども、そのね、比嘉さんのご子孫を探すと。金崎がですね、この中城村でですね、に車で行ってですね、この降りた村、地域の名前も分かってましてですね、その地域は現在で比嘉さんという、ね、人々が多く住んでますので、これ比嘉さんのね、ご子孫もね、探したいというふうに考えております。はい、次のページですけども、この日本人類学会はですね、なぜですね、この遺骨の返還をまた再武装をね、阻止しようとしているのかについてですね、なんです。で皆さんも抗議文を送ってくださいました。で私もまた原告、ね、また琉球からもですね、の支えるからも、ね、抗議文を送ったわけですけども、未だにですね、返事がないわけです。
で私はですね、で日本人類学科はですね、これを理事会の中でまたはね、で学会の総会でね、どのように議論したのかということを知りたかったので、この企業のでアンソポロジカルサイエンスのですね、企業の中の解放というですね部分のちょっと引用をしてみました。京都大学が保管している琉球人骨に、人骨に関して個人骨の管理継承についての人類学科の一般的考えを述べた要望書を京都大学に提出することにを検討したと、ね。で去年の7月3日に自治会メールで部分について検討し、反対意見がなかったので京大総長宛に提出したと。つまり理事会でね、のメールでですね、この重要なことをですね、これは篠田健一会長がですね、起案してですね、おそらくですね、起案してそれをね、メールで流してですね、反論がなかったんでね、それで持って送ったっていう、非常にね、もう本当に存在の扱いでね、この要望書が出されたと、本当に独断的に出されたというふうに言えると思います。で、2番目、京都大学が当てた琉球人骨に関わる人類学科の要望書について寄せられて、抗議の意義への対応について検討したと。ということですね。でですね、この検討して、ね、どういうふうに検討したかというとですね、で篠田で私もいろんな、ね、聞き取り調査をした結果分かったことなんですけども、篠田健一会長、人類学会会長はですね、このですね、我々が返還してですね、遺骨のね、遺族がですね、発見しないからですね、抗議文には答えないっていうですね、いうふうに考えて答えてないということを、説明したようです。まあ、それは本当に大変な問題、許せない問題なんですよね。で3番目で、篠田会長より人類学会が京都大学が当てた個人骨の保管に関する要望について寄せられた、3番目、説明したと。で4番目、個人骨に関わる倫理問題について協議する委員会をさせてほしいというですね、要望が出たので、来年度からですね、倫理委員会が、できる予定、なんですね。いずれにせよですね、この人事学科はですね、我々の抗議に対してね、全くここ答えていない、ということであります。でこの篠田健一という、ね、会長はです、ね、どんな研究をしてきたのかということを一旦が分かる、ね、論文を、ね、見つけましたのでご紹介します。で彼はです、ね、ブヌン、族の人骨のミトコンドリア DNA 分析、の論文を書いています。で今回用いたのは、蔡釈慶、教授によって、カレン県万栄、マソン村のボンタン社群にいて収集され、台湾大学に所蔵されている文族人骨34体分であると。でつまり1920年以降に亡くなった人のお墓からですね、集められた、またはバイトに盗まれたです、ね、遺骨をですね、子孫がね、もういることが明らかな遺骨をですね、篠田健一はですね、研究に使ったということです。で各個体の肋骨から2センチの骨片を切り出し DNA 抽出用のサンプルとしたと。マルチビーズショッカーっていうですね、安い機器が作ってですね、ものを用いてサンプルを粉末にしたわけです。で次、個人骨にわずかに残る DNA を増幅してその塩基配列を解析する技術は1990年代後半から多くの発掘人骨に対して応用されるようになり、遺跡内部の血縁関係や集団の系統関係の新たな知見を加えつつあると。これですね、 DNA ミトコンドリアはですね、この分析によってですね、によるこれ、ね、いわゆる人骨遺骨のね、がどういった集団なのか、血縁関係が分かるというふうに考えてですね、研究が行われてきたわけであります。で台湾原住民のに特別するこれらハプログループは彼らの祖先集団をが保持していたものと推測され、後進性マックスから単進性の初期に向けての大陸東岸の集団の遺伝的なですね、特徴を間接的に知る手がかりとなる。このことは日本の基礎集団の起源を考える上でも重要な情報を提供するということで、台湾のブルン族のためのですね、の歴史やある種文化のね研究ではなくてですね、をメインじゃなくて、やっぱり日本人はですね、台湾を通じていつ頃ですね日本にやってきたか、台湾琉球水やってきたかっていうのは、もうあくまでも日本、民族中心のですね考えが背景にあるということが分かります。でまた次の引用文、これまで行われてきた大規模な人のゲームの多様性解析に関するプロジェクトは中部会インフォームドコンセント、これ事前の同意ですね、
研究してもいいかどうかという同意を行っているにもかかわらず、多くの先住民集団の反対によって十分なサンプルを採取することができずにいる。今回の分析で国立台湾大学に所蔵されている個人骨には解析可能な DNA が残っていることが判明した。これらの所蔵人骨は形態学的な研究のためだけでなく、今後ますます困難になっている先住民 DNA 研究のための貴重なサンプルとしての価値を持つことが容易に想像される。人骨資料の効率的な意義での重要性について我々は再評価する必要があるという意味で、つまり なんで遺骨を返さないのかという理由がここに書いてます、ね。で彼はですね、この中で、注意深いインフォームドコンセントを行っているというふうに言ってますけども、実際ですね、彼は、札幌理科大学に保管されていたアイヌ民族の遺骨をですね、この、インフォームドコンセントをね、十分行わずにですね、分析してですね、こうアメリカの学会誌にね、投稿してきたという問題があります、ね。で彼はですね、アイヌ民族で琉球等々、ね、先住民族の、ね、遺骨をですね、もう研究したいということで、彼はアイヌ民族の前でですね、自分たちがあなたたちのですね、人のゲームの、ね、研究をすることによってアイヌ民族の歴史が分かる、先住性も自分で証明するという非常に傲慢なことをね、アイヌの前で、アイヌ民族の前で言った人なんですね。でそれの革新派であるわけです。で自分たちが琉球人のですね、歴史を決めることができるんだという、ね、最先端の研究をしているんだ、だから返さないということを、ね、を理由に挙げているということが分かります、ね。で本研究にあたって貴重なサンプルと形態学的な情報を提供していただいた蔡釈慶教授に感謝します。で博物また博物館や大学に保管されている個人骨の収集や保存に関心を持たない昨今の学問状況の中で、ここに収集した個人骨を利用可能な形で整理し、私外国人研究者の自由に研究の場を提供する国立台湾に感謝しますというに書いてましてですね、蔡釈慶教授は金関教授の弟子です。金関武雄はですね、戦後作られた台湾大学でも彼は教授として存在しますね。で蔡釈慶教授はですね、この金関はその後ですね、九州大学の教授になります。で九州大学に蔡さんはですね、留学生です。九州大学で博士号を取ります。ですから、金関の弟子なんですね。よってですね、遺骨をですね、遺骨とは見ずに人骨と見てですね、これをですね、徹底的にね、研究するっていう、ね、考え方は金関からのね、継承されたものだということが分かります。で台湾大学ですね、琉球人の遺骨を含めたですね、遺骨を保管しているですね、責任者が蔡教授だったんですね。で蔡さんはですね、蔡教授はですね、沖縄県に遺骨が、まあ、移されると、まあ、これは、ね、我々のですね、この遺骨返還運動が直接のきっかけだったんですけども、まあ、移された時にですね、これを再紛争をすることをさせないでくれというね、求めたというふうに言われています、蔡さんですね。次、4番目ですね、信仰協議によって、遺骨返還は実現するのかですけども、この、ね、信仰協議はですね、先ほど言いましたようにですね、沖縄県教育委員会にです、ね、戻る、移される可能、兄弟からですね、移される可能性が高い。となるとですね、同じようにですね、沖縄県の中でですね、人骨研究が行われるということですね。で台湾大学はですね、ブヌン、去年同じ頃ですね、ブヌンに対の64体の遺骨も、このバソン、バインソンにですね、返還したんですけど、それはですね、再埋葬が認められたんですね、認められた。なぜなのか、に関してですね、バインソン出身の台湾人ジャーナリストの見解によるとですね、研究価値の低下、つまりいろんなですね、日本人、台湾人の研究者がですね、いわゆる、もう研究、先ほど紹介したような研究をね、している、まあ、大体分かったと。で、それ立法委員会ですね、これはですね、特にですね、この黄金蘇梅さんというですね、台湾原住民の出身の、ね、委員会をですね、返せというですね、返還しようというね、要求が、圧力があった。そして3番目、入賞が違法であった。つまり村のですね、会議でですね、許可を得たというけどもですね、しかしこれは違法であった可能性がある。つまり篠田さんはじめですね、土井さんはじめですね、違法で入手したですね、また盗まれた遺骨を使ってですね、人骨研究を行った、砕いてですね、しまったと。で遺骨で遺族にね、もう返還するときも粉々になった状態で戻っていた可能性が高いわけなんですね。
で中華民国はですね、1949年から87年まで白色テロに近いですね、が身近に存在していたと。存立会議を、ね、得た許可はインフォームドコンセントとは相当違ったものであったはずわけですね。で金崎琉球で特殊を行った後、同様な方法でブルーン遺骨が盗まれた可能性がある。1920年以降に亡くなった人の墓からですね、集められて、また盗まれて、大量に運ばれてですね、日本人研究者って遺骨粉砕による強調が行われたわけですね。でこのね、教育委員会、問題なんですけども、教育委員会もですね、が返還しない、警察調査後も返還しないというのはですね、この沖縄県立、埋蔵文化センターですね、研究を続けるという続けたいというのがですね、あるわけですね。であと、ね、我々はですね、遺骨返還を求めると同時にですね、現在ですね、この埋蔵文化センターにあるですね、遺骨に向かってですね、採取を行いたいということで、今年の7月ですね、亀屋さん、太田さんがですね、こういった要望書を出したんですね。出します。太田さんっていうのはですね、文化人類学者で、世界の先住民族のですね、遺骨返還について、研究をしている人なんですけども、世界はですね、世界の先住民族はですね、当然もうね、墓に戻す、ね、盗まれた、ね、場所に返すというのは、ね、大きな潮流であるけれども、この、ね、日本において、琉球においてはですね、それが拒否されているという、ね、問題に対して、ね、まずは、ね、採取をさせなさいと言った、ね、要求したんだけどね、教育委員会は、ね、拒否され、拒否しました。でその模様はね、あとで、ね、また時間があれば動画でご紹介をしたいと思いますけれども、実際はですね、この、墓の中で、所蔵庫の前の中では、ね、採取できずに行動で行ったと。しかしながら、ね、北海道大学にアイヌ農耕図があるし、採取場もあるというですね、こういった問題で、ね、あるけども教育委員会は、ね、させないというふうに言っているわけなんですね。でまたこの、ね、自然史博物館構想についてなんですけども、これはですね、このね、アメリカムシとの、ね、関係を利用したですね、大変なですね、この植民地政策に乗っかった、ね、学者がね、自分たちのですね、影響力を広げるため、またね、自分たちがですね、スミソニア博物館とかですね、大英博物館と同じようなものをですね、日本に作りたい、つまり帝国主義のですね、いわゆるね、この展示物、展示館、またはね、研究施設を作りたいっていうね、そういったもののためにね、こういったものを作ろうとしているわけですけども、ね、そのね、問題があるというふうに考えるわけであります。ね、20世紀のピュロコレクションを、ね、を生み出しかねない。でまたこの遺骨はですね、この人類学者で研究されているだけじゃなくてですね、製薬会社などですね、このね、薬のね、材料としてもですね、遺骨の研究が使われる可能性もあるわけなんですね。で資本主義企業の欲望の対象になる恐れもあります。はい、次ですが、ね、まずですね、このね、文化財センターに保管、日本に保管されている、ね、遺骨はね、我々はね、返すべきだということで訴えてますけどもね、それがね、を拒否しているので、現在ですね、住民監査請求をの準備を進めています。22名の、ね、請求人のですね、署名、捺印も集まりましたので、今月か来月ですね、に請求を行うと。ですね、これは何が問題かというとですね、沖縄県がですね、違法に、ね、国立大学から、台湾大学からですね、医療中人骨を県民の税金を使って移送、運ぶ、で現在保管している、継続調査も行っている、でこれはおかしい、税金を返せというですね、ものになります。でこれはね、住民訴訟に発展する可能性もあります。ね、ですからですね、琉球にね、兄弟からね、埋蔵文化センターで移された後ですね、継続破砕実験が行われる可能性がありますのでですね、兄弟訴訟と同時並行的にね、この戦いをですね、進める必要が、進める必要があるというふうに思います。